対局のお二人どうぞこちらにお越しいただきましょう。しびれて転ばないように、ね。お疲れ様。はい。ライブかけてるし。皆様、なんだか打ち掛けとは言いましたけども、さすがにこの次の一手を打ちづらいんで、まあ、梅沢君の一応勝利ということにしましょう。はい。伊沢君、いや、もう全然ダメでした。いやいや、こっちの隅さ、はい、付け引いたのは、え、付け引き？チョコ。あ、はい。最初から最初は言ってた。そんな思えてる君、普通打たないんだろ、普段で。いや、いや、はい、配れて、あそこの切りがちょっと気になったので、どうしたもんかなと思ってたら、全然一手が浮かばなかった。あ、そうなのか。まあ、外野がうるさいですからね、外野が。いや、もうなんか友達を泣くすとか聞こえた。聞こえました。あれが言ったんだよ、ナオが。俺は言わないよ。待って、ナオにはいっぱいいますからね。これは言わない。大竹先生が最初だったと思います。あれ、チケットンって向こうの時じゃなかったの、引きは。あ、チケットン、あ、はい。向こうの時だろ、いくらなんでも。それなら普通じゃない、はい、さっきの手間暇かかるよな。そうですね、なんか触れなかったってないけど、はい、いつまでたってもあそこが気になって、うん、どうしようもなかったですね。どうしようもなかったよね。あ、はい、そうね。あ、このいや、さっきちらっと申し上げましたけども、なんとなく今こっちもうるさいのと、それからさっき言いましたように梅沢君の方がお姉ちゃんだな。だいぶだから顔立てなきゃいけないと思ってね、やってます。大変ですよ。一時期なんか黒が面白そうです。いや、上品ちょっとおかしかった。しかも私あれ渡れてると思ってたんですよ。あ、これそうだ、はい、それで二つぶりだったんですけど、あれと思って、あれと思って、はい。